始まりました。頑張れ南葛石、井上真と申します。そして南葛石浅田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで浅田さん、お盆休みが明けましたということですが ね、そうですね。よろしくお願いいたします。はい、相変わらずね、ミン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 セミも鳴いておりますけれどもまだ暑いですね。そうですね、夏真っ盛りということですけれどもね、はい、まだ皆さん引き続きうがい手洗いしっかり気をつけていただきたいなということでございますね。確かに、はい、ね、今日もリモートでですね、浅田さんとはもうしばらく会っておりませんけれども、こうやってね、はい、通信でつなぎながら録音でお送りしていきたいと思います。ということで皆さん、こんばんは。この番組はですね、東京都社会人リーグ1部から J リーグに入ること3人を目指しております葛飾区のサッカーチーム、我らが南葛 SC を今日も熱く熱く応援する番組でございます。ということで今日も一つ目、浅田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東野ブレーンズ、そしてポスター印刷のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、そして北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズの販売のことなら合同会社リックの提供でお送りいたします。それでは元気に浅田さん、今日も一緒に行きましょうね。それでは今週も頑張れ南葛 SC、 キックオフ。さあ、というわけで改めまして、井上真と申します。そして中瀬氏、浅田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、浅田さん、早速ねメールの方が届いておりますので、ご紹介したいと思います。ありがとうございます。こちらメール、タバさんでございます。ありがとうございます。まあ、さん、浅田さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。浅田さん、夏休みはいかがでしたか。まあ、さんは、いろいろ忙しそうですが、夏休みとかあるんですか。放送楽しみにしております、タバ、ということでありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ちょっとね、なかなか休みのないね、南葛の浅田さんですけれども、ちょっとだけ夏休みがあったということでね、今試合がないですから。そうですね。しかもコロナの影響もありますね。はいはいはい。いろんなこう対外活動といいますか、さまざまな活動が中止になってるおかげというか、影響といいますか、7年ぶりにですね、夏休みを。あらま。いただきましたですね。あー、そっか、いつも試合のね、帯同とかそれ以外の準備とかでね、チームの中で一番忙しいのが浅田さんということで。いやいや、そんなことない。まあ、今年はあのコロナの影響でね、過密日程でね、あの開幕も遅くなって、まあ、そこは J リーグと一緒なんですけれども、そんな中でもさすがにこの猛暑の間は休みということになりましてね。そうですね、はい、毎年ただあの東京都のこの社会人リーグは、うん、あのこの時期は大体お休みなんです、ね、あ、そっかそっか。はい。じゃあ浅田さん、毎年ここでなんで休めなかったんですか、今まで。まあちょっといろいろ別 の、うん、あのジュニアユース育成の方やってたりとか、南葛もね、ちびっこチームもあります、はい、中学生のチームもありますから。そうなんです、はい、あの中学生のチームは特にやっぱりこの時期一番強化をしなきゃいけない時期なので、ちょっとお手伝いという形で、うん、あのジュニアユースのコーチもやらさせていただいてもらっておりましたので、はい、うんうん、そこで彼らとともにあのいろんな全、まあ、関東の地域の山の方ですとか避暑地の方に行ってトレーニングをしてっていう生活をちょっとこの時期はしてましたので、今年はそれがちょっとできないので、そうですね、とってはもう7年ぶりのお休みということで、はい、どういう有意義に過ごしてたんですか。過ごしたんでしょ。もう7年間のですね、たまりに溜まったいろんなものを断捨離しました、はい、あ、お掃除、家の部屋の掃除を散々しましたね、ここぞとばかりに。何もなくなっちゃったんじゃないですか。もう本当にゴミ袋本当何袋っていうぐらい、ちょっとあのいろんな意味で綺麗さっぱりしました。あ、そうですか。僕の友達で断捨離に燃えすぎて気がついたら必要なものまでなくなっちゃったって言ってますけどね。本当に後でちょっと後悔するんですけどまあいいかなと思って、はい、やっぱりあの、はい、捨ててくのって快感ですもんね、ちょっとね。ちょっとある意味そうですね、どうしようかなってさ、迷ってたもんを2択でこうなんとか最終的に捨てられなかったものをね、そうですね、1個捨て出すのがテンション上がってね、逆にスイッチ入りますよね。そうそうそう、本当そうなんです。やっぱあのね、捨てるものもあれば拾うものもあるということでね。なるほど。やっぱり、ね、ね、あの新しいものをずんどんどん吸収するために、うん、はい、こう、まあ、もちろん今までのね財産も大事ですけども、うん、はいはい、新しいものをどん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 自分の中に吸収していこうかなと思いまして。なるほどなるほど。それとともにいろいろなこう歴史というか、うん、南葛のなる前の前身のチームのユニフォームだったり、ああ、はいはいはい、いろんなものもちょっと、はい、そうですね。あとなんかガイドブックみたいなものとか、うんうんうん、写真とかなんかいろんなものが出てきて、はい、まあ、歴史を振り返りながらといいますか、うん、昔の思い出もまあ見ながら、なるほど、次に進んでいこうかなと思ってます。
です。ああ、そうですか。じゃあちょっといい休みになったということですね。はい、そうですね。皆さんは夏休み、その他ね、お盆休みなどいかが過ごされましたかということなんですけれども、さあ、そのね、我々のこの番組で扱っています、葛飾から J リーグへ南葛 SC のお話なんですけれども、はい、まあ、今日初めてね、聞いてくださった方もいらっしゃるかと思いますので、大まかにご説明させていただくと、浅田さん、この南葛 SC というのはアマチュアのチーム、社会人チームですよね。そうですね。はい。まあ、J リーグというのがプロのリーグになりますけども、はいはい、まあ、J1 から数えると7番目のカテゴリーですね、はい、うん、J7 と、まあ、我々が言ってるだけですけども、はい、J7 というカテゴリーにおります、うんうん、都道府県リーグ今47都道府県ありまして、はい、まあ、約6000ぐらいのクラブがしのぎを削ってこう J リーグを目指そうというチームもあったりとか、ね、あと企業のチームもあったりとか、はい、あとはその地域のアマチュアのクラブがあったりとか、うん、そういったとこから次の、まあ、地域リーグと呼ばれる関東リーグ、うん、まあ、関東とか関西、東北、はいはいはい、まあ、旧地域に分かれてますけども、はいはい、この次が約100ぐらいあるんです。なるほどなるほど。でそこを勝ち上がっていくと、うん、JFL と言われる、うん、アマチュア最高峰のプロリーグの一歩手前ですね、うん、プロリーグを目指す地域がしのぎを削ってるチームが全国に今16チームあります、はい、そこで今度勝つっていけば、うん、J3 というもう今度本当のプロリーグですね。そこからプロなわけですね、はい、このサッカー界もプロからアマチュア J1 を頂点として大きなピラミッドになってるわけですよね。そうですね。その中で地域ごとにもあれですけど、はい、カテゴリーといって、まあ、優勝すると上がれる、まあ、簡単に言いますとね、っていうので一個一個上がっていって、あの今のプロにあるチームなんかも今の現在の姿があるということで、我々もその歩みを、ね、はい、始めたアマチュアチームから始めたのが南葛 SC としては何シーズン前なんでしたっけ。2014年のシーズンですので、今年で7年目のシーズンですね。7年目のシーズン、はい、ということでしたね。最初は東京都リーグ3部からスタートいたしまして、はい、そちらで優勝しまして、2部で優勝しまして、今は1部ということでね。そうですね、はい、まあ、いろんなご苦労もありましたが1部まで上がってきて、この1部が今回で3シーズン目と3シーズン目です、ね、いうことですよね。ここを突破しないとまたいけないなということで、もうここは3年目なんで、うん、もう卒業させてください、うん、実は1年目に優勝してるんですよね、一部もね。そうなんですね。そうなんですよ。あの昇格初年度は優勝できることができまして、はいはいはい、そのままの勢いで関東リーグ昇格戦のトーナメントに挑んだんですけど、はいはい、まあ、残念ながら、うん、惜しくも神奈川のチームに敗れてしまってですね、はい、なかなか厳しい戦いがね、はい、というのも我々目立ってやっぱりこうね、南葛 SC を倒そうっていうチームも多くてですね、というのもやっぱり高橋陽一先生率いる我々南葛 SC キャプテン翼というね、もちろん皆さんご存知でしょうけど、ね、葛飾出身の高橋陽一先生が発起人となって作っているチームでもありますから、はい、漫画に出てくる中のチームの名前を冠して戦っているということでですね、世界的に有名な、アマチュアサッカーチームがこの葛飾にあるということをね、ご理解いただきたいと思いますけれども、そうです ね、はい、というわけで熱い戦いが続いている今シーズンでもありますということですが、今シーズンここまで戦いは、どのような経過だったんでしょうか。このコロナの影響もありながら、はい、まあ、感染拡大防止ということもありまして、うんうん、しばらくあのリーグ戦が本来3月の末からスタートする予定だったんですけども、はいはい、ちょうどその期間に中断という形になりまして、うん、はい、中断期間を得て、うん、7月からですね、はい、ようやくスタートしたっていう形になっております、うんうんうん、遅れてね。なのでギュッとして試合数も減りまして、はい、順位を2位までに入ることを目標に今やってるってことですよね。そうですね、はい、8チームの総当たり戦、うん、はい、合計7試合、やって優勝チーム、準優勝チーム、はい、上位3チームを決めてっていう形になりますので、うん、はい、そこからまたトーナメントなんで、まずそこに入り込むことが大事だということですね。まずそうですね、まあ、優勝この8チームの、総当たり戦の中で、うん、はい、優勝もしくは準優勝にいないと次のステージに進む権利がありませんので、はい、そうですね、まずはそこを目標に今選手ともとも戦っているような状況ですね、はい、そして現在の、成績ですけれども、何試合を終えて何勝何敗でしたっけ。今4試合終わりまして、はい、うん、2勝1分け1敗ですね。はい、そういうことなんですよね、はい、なのであとは全部勝ってなんとか上に食い込んでいこうってことですもんね。そうですね、うんうん、まだ全然あのピンチな部分もありますが、チャンスはいっぱいあるということですね。1試合1試合、はい、きちっと勝っていかないと、うん、やっぱりトーナメント戦のつもりで1試合1試合を本当に集中して戦っていくっていうことが非常に大事かなと思いますので、
本当に東京都リーグ、はい、簡単だろうって言われる方も中にいらっしゃるかもしれませんけども、なかなか本当に厳しいリーグでですね、はい、レベルも相当高いもんですから、あの南葛 SC のホームページの方から南葛 SC チャンネルっていうのがありますので、そこにはハイライトだったりダイジェストだったり試合映像だね、これまでの、はい、歴史も面白い映像がいっぱいありますので、はい、ぜひちょっと見ていただけると、なかなか結構レベル高いなって言ってもらえるような、いやそうなんですよ非常にね、はい、なので本当にそんなチームがしのぎを削ってますね。そうですね、葛飾区の皆様にはですね、この葛飾 FM をお耳に入っている皆さんにはぜひ存在を知っていただいて、まずは勝つとか上がるとか昇格するとかっていうこともそうですけれども、やっぱりチームのことを一回ね生で見てちょっと愛してほしいなと言いますか、一回見に来ていただいて ね、っていう、まあ今はねちょっと無観客ということでやらせていただく期間にはなっちゃってるんですけども、はいはい、ぜひね見に来れるというねタイミングが来ましたら、ぜひちょっと試合の方もね非常に面白いですからね、はい、来ていただいていいんじゃないかと思いますけどもね。でも逆に浅田さん、あれじゃない、今さ世界のサッカーもさ、はい、J リーグもさ、お客さん少なかったりとかさ、少ないというかあんま入れれないからさ、そうですね、少なかったりとか逆に応援で声出せなかったりするでしょ、出しちゃいけない感染防止で、はいはい、なので静かな中さ、ボールを蹴る音が聞こえてたりしてる映像が流れてるじゃないですか、はい、世界のもうメッシとかが出てる試合でも、はい、そうですね、だから逆にあの感じに慣れてますよね、皆さん見る側もね最近は。そうですね、あれこそ我々がいつも地域のサッカーで戦ってるあの雰囲気ですよね。まさにそうですね、ボールの蹴る音だったり、そうレフリーの声だったり、はい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 、ベンチの声だったり、はい、本当にいろいろな人の声、選手の声も含めて、うん、あ体同士がぶつかる音とかですね、そうですよ、本当にいろんなこう、戦いが音にも聞こえますので、最近はね、プロの映像を見て、あれこれもなんか逆にいいななんて思ってる方も多いんですよ、かもしれませんよね、なので、もう家から近所で歩いて、しかも無料でね見れるタイミングが来たら見れるということなんで、はい、だからある種ねアマチュアサッカーにもいいことなんじゃないかなと思っちゃったりして、うんうんうん、確かにそうですね、お客さんが入ってるか入ってないかだけでサッカーはサッカー、駆け引きは駆け引きじゃないですか、そんな変わんないんですよね言ったら、暑さは。そうです ね、まあ、ただやっぱり私もずっと現場にいる人間としては、はいはいはい、やっぱりお客様の声、もちろんね、ファンサポーターの声、ね、本当に力になるなと、改めて、もちろん我々はねこのリーグの中でも驚異の応援団の人数を誇って、迫力を持った本当ですね、応援の方々を誇ってるチームですから、はい、それはもう本当に後押しになってますから、はい、ただほらプロの観戦に慣れちゃった方はお客さん少ないとなんかつまんないと思っちゃう方もいらっしゃるけ ど、僕が言いたいのはそうじゃないよっていうことですよね、確かにそうですね、本当にお客さんまだまだ、スケジュール数も少ないですけども、はいはい、その中でも本当に素晴らしいコミュニティがいっぱいできておりますし、そこで集まった皆様方で本当に素晴らしい輪がたくさんできてるなっていうのは実感しておりますので、はい、ただ本当に本当少しでも早くやっぱりこのコロナの感染が縮小してですね、そうですね、スタジアムに本当にお客さんがいらっしゃってもらって、はい、そこにあるエンターテインメントをみんなで楽しんでこう一喜一憂できるような、そういう場所が早く取り戻したいな、はい、取り戻してほしいなと思いますけどね、そうですね、で選手はね、なんかですしね、元 J リーガーの方もたくさんいらっしゃれば、そうじゃない若い方もね、社会人リーグでずっとやってる方もいれば、もう大学を出てすぐ入っていただいてる方もいるじゃないですか、いろんな魅力、いろんな世代の選手がいますけれども、選手は今つかの間のお休みに入ってるってことですか、8月の、ね、そうですね、10日の選手のちょうど月曜日から、はい、1週間夏季休暇という形でバケーション、はい、つかの間のオフを今過ごして英気を養ってるんじゃないかなと思います。恋人たちと南の島ですか今、ちょっと南の島のコロナで飛行機飛べないんですね。そうですね、はい、なんかほらサッカー選手はそういうイメージありますもんね。まあ確かにそうですね、あもうおいおい皆さんちょっとねいろいろ気をつけながら休んでらっしゃるということですけども、はい、これなんか休み中もなんか指導とかあるんですか、そのコーチ陣から、これはやっとけよみたいな。選手たちには2日間は、完全オフにして、その後は、自主トレといいますか、はい、このぐらいのメニューはやっといてねっていうので、なるほど、はい、メニューは落としておりますけども、なるほど、ストイックやってるかやってないかは分かりませんけどもね、やってるでしょう、2日間しか休めないんだね。いや、ただ自主トレといっても普段、こうランニングしたりとか筋肉トレーニングしたりとか、なるほど、そういうのの復習といいますか、継続性を求めるものなので、そんなに厳しい内容ではないかなと思いますけど、なるほどですね。
これあの今狙っています次のカテゴリー、次のステップですけどもね、今度は東京都リーグでまあ優勝相当のね成績を出しまして上位に食い込んで関東リーグにまあ来年進むということになりますと、これ私たち知りたいのは具体的にどんなことが変わってくるのかなっていうのを聞きたいんですけども、まあ、J7 から J6 にいよいよなるわけですよ、上がると、はい、単純に言うと、はいはい、今までは東京のチームと切磋琢磨してたのが、今度は関東と呼ばれる千葉県、神奈川県、埼玉県、はい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 、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、まあ、こういったところの、はい、まあ、強豪のチームとまたしのぎを削って、うん、本当にそこから今度は全国の今度はチームに入れるようにっていう、そういう戦いですね。か、じゃあ東京都リーグみたいにこういう県リーグと呼ばれる、ね、はい、そこで1位や2位になった選手たちってことだよね、今度の相手は。そうです。しかもホームアンダーウェイだから、サッカーは栃木に行って試合したり、はい、そうですね、千葉に行って試合したりとかするわけだ、はい、今度は今関東リーグで一番遠いといいますか、一番遠距離という距離感で言いますと、ザスパ草津さんっていう J3 のチームがいるんですけども、うんうんうん、はいはい、そのセカンドチームで、はい、ザスパ草津チャレンジャーズっていうチームが、群馬のチームですね、草津のね、はいはい、あります、でそこの草津のブランドに今関東リーグそこまで行って遠征するっていうこともあったりとか。なるほど、今度はだから遠征にいろいろ時間とお金がかかったりとか、ね、そうですね、ただ僕らもいろんな地域の方にこう、うん、なんか接してあるんだっていうことも PR できると思うし、だよ、ね、逆に言うと、うん、あのいろんなそういう草津、まあ、群馬県とか神奈川県とか千葉県の方も、うん、はい、こう逆に言うと、まあ、この感染コロナ感染が収縮したら、うん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 、逆に葛飾に来てもらって、あ、まあそうだよね、はい、葛飾こんなサッカーのコミュニティがあってこんなすごい素晴らしいとこあるんだっていうところを見せれるかなと。そうだよね、はい、そしてやっぱ関東リーグに上がることでもっともっとこのね、はい、上に行けるチャンスが生まれてくるわけだから、まあ、入りたいっていう人も増えますよね。そうですね、もう入りたいっていう方も増えると、うん、選手も増えるでしょうし、うん、やっぱりその全国の関東を含めて全国のいろんな方からやっぱり、はい、うん、南葛のサッカー面白いなと言ってもらえたりとか、なるほど、なるほど、面白いことやってるねって言ってもらえるような、うん、まあ、クラブとしての PR もできるかなと思いますけどね。はいはいはい、はい、で関東リーグも2部と1部とね2つありまして、 それが J6、はい、J5、まあ、通称ね、はい、我々の表現で言えば、はい、そしてその中でも優勝を重ねていきますと次がいよいよ JFL という JFL です ね、 ね、はい、あのアマチュア最高峰の、はい、これはもう企業チームを含みということで、もちろんね社会人リーグですからなるとかと思うんですけど、はい、まあ、はい、ホンダとかソニーとかがいるわけですよね。そうですね、東京で言いますと今、東京武蔵野シティさんが、うん、はいはいはい、はい、JFL のチームにおります、ね、はいはいはい、これ全国リーグになるわけですよね今度はね。もうあの北は北海道か南は沖縄まで全国リーグですね、はい、これはアマチュアでありながらそのカテゴリー J、まあ、4部ですよね、はい、そこに行くと全国を転戦するリーグに参加するわけですよね。そうです、そうです、これは偉いことですよね、はい、大変ですよね。もうあのここは本当に J3 に上がるための、まず試験といいますか、はい、そのクラブとしてのこう自力を試される場といいますか、仙台行ったり九州したり行ったりするわけだよね要はね。そうで、もちろんですね、遠征もあったり、これは今までみたいな浅田さんのマイクロバスの運転じゃいけないとこもたくさんある。あ、もうとてもとてもそうですよね。ぜひ大きなバス会社さんいらっしゃったらぜひご協力いただきたいなと思うような、本当に そういうクラブでないと、ただもうやっぱなかなか難しいですね。なるほどなるほど、そこ勝ち抜くともういよいよ J リーグといって、まあ、J リーグは全国行って当たり前ですからね、全国飛び回って、はい、なるほどなるほど、今度はそこまで行くと本当のプロサッカークラブっていう形になりますね、うん、今はね、はい、東京都リーグ一部ですから、まあ、東京都内で試合してますから、はい、移動はそんなに困らないですけどもね、はい、そうですね、あ、これから、はい、ではどんどんスケールが大きくなっていくわけですね。もう本当にその、うん、早くそういうクラブになりたいですね、はい、でも南葛 FC にはそういうカテゴリーの経験がある選手もたくさんいるわけですよね。そうですね、あの一番経験値で言いますと、はい、今背番号15番ディフェンスをやってる青木武史という選手がいますけども、有名な選手ですよね、彼は鹿島アントラーズで、はい、本当にあの J リーグ3連覇した時の主力の選手ですね、はいはい、そうですね、 J リーグも400試合、J1 で400試合出てますんで、ね、はい、経験豊富な、ね、そんな選手がいっぱいいますので、ぜひ皆さんね覚えていただきたいなと思ってるんですね、はい、今日はちょっと南葛 FC のことについていろいろねおさらいできたんじゃないかなと思いますけど、はい、それからもう時間が来ちゃいましたよ、もうね早いですね、今
曲を紹介しなきゃというお時間なんですけれども、浅田さん、はい、実はリクエストの方、はい、今日はですねメールでいただいちゃってます、はい、はい、ということであの応援メンバーの、ね、土井さんから今日いただいてます。ありがとうございます。本当に暑い毎日が続きますね。マーサン浅田さん、みなじスナーの皆さん、こんばんは。ということでこんばんは、こういう時はビアガーデンにでも行って飲みたいなと思うんですが、こっそり隠れるようにこっそり飲むのがせいぜいな世の中です笑いいやちゃんと気をつけてくださいね。ということで、なんか選手しばらくのお休みということでリーグ戦残り3戦に向かい入念な準備をしていただきたいと思っておりますと。さて毎回かけている曲ですが、私が今日はリクエストしてもいいでしょうか。ありがとうございます。できるならば、桑田佳祐さんの可愛いミーナという曲をよろしくお願いしますと、うん、この曲は日韓ワールドカップ2002年の時に某コーラの CM で流行った曲です。この時を思い出すと必ずその曲が頭に浮かぶんですと。そうですね、はあ、うん、曲の内容は難しくてよく分かりませんがあの日の熱い思い出みたいな感じなのかなと思います。できればお願いします。それでは頑張ってください、はい、ということで土井さんありがとうございます。ありがとうございます。かけますんでそのね、はい、2002年の熱狂、ワールドカップ来ましたもんね、浅田さんね、興奮しましたね。来ましたね、興奮しましたね。やっぱりこう世界の国々が来るとあんな盛り上がるように我々もね J リーグに歩を進めることでいろんな街、大阪、九州、その他のね大きな街からいろんな J リーグがお客さんを呼び入れる街になりましょうよ、これ葛飾のね。本当そうですね、はい、ぜひぜひ。というわけで最後にねこの曲を聴いていただきたいと思います。サポーター土井さんからのリクエストで桑田佳祐で可愛いミーナ。いやー思い出しますね、夏って感じしますね。いや本当ですね、あの暑い夏のね、熱狂のこうシーンが数々思い浮かべますね。そうですよ、こういうシーンを今度はね南葛で見せる側として浅田さん頑張っていきましょうよ。本当です、ね、そうですね、はい、そのためにもちょっとねこのあのまた再開し次第残り3試合全力を尽くして残り3試合です、もう 1年、はい、1年でも早く上に上がっていきたいなと思っておりますね、はい、ぜひ皆さんも応援に駆けつけていただいてですね、まあ、やっぱりこう故郷をめでる意味でも地元をね盛り上げる意味でもぜひこのサッカークラブの存在を知っていただきたいなというふうに思います。はい、ということでお時間でございます。原さん最後に一言よろしくお願いします。ここからは夢の潰し合いですそれ最近よく言いますね、キャプテン翼にね、はい、最近出てきた、ね、あのセリフということでございますね。キャプテン翼マガジンボリューム3で行きました、はいはい、大空翼が言った夢の潰し合い、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、この潰し合いに必ず勝ちます、はいはい、ありがとうございます、はい、というわけで浅田さん今日もありがとうございました。ありがとうございます。来週も皆さんぜひ聞いてください、この番組は私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家株式会社東野ブレーンズ、そしてポスター印刷のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ合同会社インクマニア、そして北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りしました。皆さん今日もメールありがとうございました。またお待ちしています。宛先は 789@kfm789.co.jp でお待ちしています。それでは浅田さん来週も情報満載で一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。試合再開はまた9月また追って、お伝えいたします。詳しくは南葛 SC のウェブをご覧ください、はい、それでは暑い日々が続きますがね、ハート燃やして頑張って元気に参りましょう。うがい手洗いお忘れなく。井上バーでした。朝でした。それではまた来週もお会いしましょう。来週も頑張れ南葛 SC。 なんかリモートなのに会うようになってきましたね。バッチリです。